宮崎信子、品川駅でベビーカー体当たりおじさんに困惑。元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの宮崎信子、44が23日、自身のインスタグラムを更新。ベビーカーに乗せた我が子と訪れた品川駅で見舞われたトラブルを明かした。昨年10月に第一子を出産した宮崎。そういえば、おととい、品川駅で真正面から2回ぶつかってきた男性がいて、びっくりしました、と告白。ベビーカーに当たるおじさんがいるから気をつけてとは言われていましたが、まさか、本当にいるとは、まさかの災難に驚くばかり。40歳前後の男性が、明らかにベビーカーが見えている状態で突進してきて、携帯も見てなくて普通に歩いてきて、ベビーカーにガン、と足を当ててきました。びっくりして、思わず私が、すみません。って言ってベビーカーを止めると、その男性は、もう一度前からベビーカーに足を当てて通り過ぎていこうとしました、と宮崎アナ。と思って、あまりにも露骨に当ててる感じだったので、夫が怒ってその男性のところに行くと、すみませんでした。ってすぐに謝ってきたので、やっぱりわざとだったんだなと思いました。出なかったら、最初に当たった時に、すみませんって言って避けていきますよね。たまにスマホ見てる方と帰ると、こちらからも避けようとするし、スマホを見てる方も少し前では気づくことが多いので、そこまでぶつかったりはなかったのですが、ちょっと今回は明らかに前から見えてる感じで、こちらもそのまま突進してくるとは思わなかったけれど、ゆっくりをしていたのに、避けようとかもなく、さらにもう一度当ててきたので、驚きました、と記した。とっさすぎて、私は何もできなくて、とにかく息子が無事かどうかを確認しました。という、江南港から高輪港の方へ行く道で、混んではいましたが、流れも私たちは、左側を通って進行方向だったので、あの人略走してくるな、右側を歩けばいいのにと思っていた瞬間の出来事でした。とした。赤ちゃんがいるのに、わざとぶつかってくるなんて思っても見ないので、皆さん本当に気をつけてください、と呼びかけ、そういえば、その人は妊娠中なのに、何回か同じバスでお腹にぶつかって降りていくおじさんがいたそうです。妊婦マークを見つけて開けてくる人もいるからと、あえてつけてない人もいました。妊婦マークの意味って、と呆れ。誰やねん。品川駅はビジネスマンのたまり場だしそりゃいるだろ。え？認識浅くね？女性はこうやって謝る人が多いだから女性同士だと喧嘩にならない道路でもちゃんと待って道を譲るのはほぼ女性だし邪魔になったと気づいて謝るのも女性だけオスが謝ってきたことはない。ママる女が G メンごっこして酒もせず通路塞いでるのはよく見る。ただし、旭川は除く。道路では女の方が避けないわ男性の方が大抵避けてくれるだからベビーカーってのも女が避けなくて当たり前と思ってる女がちで多いこの人はどうだったか知らんけど。車も圧倒的に女がマグロカーだぜすれ違えないような道でも平気で入ってきて、こっちがバックして待避所に寄せるの能面みたいに無表情で待ってるしかも例なし。あと自分で安全確認しない右折とかでは前の車に続いてナムに突撃する。女だけど女の方がぶつかってくる私が小さいからかもしれないけど。結構な高齢出産だな。画像きついな44歳がこの学校かよベビーカーもどうせ自分からぶつかったんだよ。流れも私たちは、左側を通って進行方向だったので、あの人逆走してくるなぁ。一つ気になったのがこれ歩行者は右側通行のはずだけど、その場所は左側指定されてたの？ま、わざとぶつかってくる決まる害はボコっていいけど。ベビーカーハラスメント？舐められないように堀北とかは金髪に染めてるヤンキーに点かければこういう行為はされないとさ。つい最近女性声優が渋谷でぶつかりおじさんの被害に当たったと投稿してたなぶつかりおじさんたちは実在してるので気をつけて。いないとは言わないんだけど正直過剰に言ってるやつ間違いなくいるよな指摘とかしたら誹謗中傷とか言われそうだけど。でも実際ベビーカーって邪魔だよね。通行人に迷惑かけてる自覚あるの？お前か、やったの。お前の親はベビーカーも買えなかったのか。うちなかったわわら冬に使えんしなでも邪魔なんて思わんしホイホイ避けられないんだからこちらが避けるのが当たり前。邪魔だと思わないな通路や歩道を移動のため通行してるなら何の問題もない手ぶらでもベビーカーや女物色してうろうろしてるやつのが邪魔。昔はベビーカーなんてなかったから寝込んでる道をガラガラ押して通るのは基本的にマナー違反だと思う。だからといってぶつかっていいわけじゃないのはもちろんだけど。ベビーカーを押している主婦とばまるあは自分のことを無敵と思っている節がある。ほんとそれおじさんが避けるのは当然という前提で話しているもんね社会常識としておじさんはベビーカーを避けるべきだったけどそれは当然の義務とは言えない。昭和の CM にはお母さん、ベビーカーは王様の乗り物ではありませんって戒める啓蒙系の CM があった。狭い歩道でベビーカー横3列で一切どかないの見てめまいしたわ。電車とか混んでると人にベビーカーの部品を押し付けてるのに無頓着だったりするから怖くて近寄らない怪我してもこっちが加害者のように振る舞われるから最強っすよ。そそベビーカー押してくるよねそばに行かないのがいい。あんたどきなさいよって具合に我が物顔で歩いてるからなどこら弱者だよと。子供を自転車の後ろに乗せてる母親もそう。あいつが無敵だと思ってるのか全く避けないと間がない。
責任能力とかなさそう赤の他人の正気に期待するのはやめた方がいいのかもな。徳川家に大政奉還しろよ。そういう頭のおかしい人は一定数いるよね。駅で叫んでるおっちゃんとか、今までよく生きてきたな。って思うもん。突進してきたのは、どっちかな。満員電車で乗り降りするときにタックルかましてきたジジイいたから締めてやったことあるわら。俺もこの間ひょろいじいさんがぐいぐい押し込んできて電車内で悲鳴が上がったんで止めろ。この野郎と押し返したが、じいさんを押し込んでいるのは駅員だった。両方から押されたじいさんは白目になっていた。東京という街の作りが間違っている。押すって女子供相手だと絶対に避けないよ。自分が優先されて当たり前だと思い込んでるオス同士だと強そうな相手には道を譲るらしい。この話でもそうじゃん。旦那が詰めたらビビって即謝罪。逆逆。女は男相手にほとんど避けない。治癒士相手なら絶対避けない。元治癒士のおじさんなんてもう見えてない。脳が存在を処理していない。避けるよ触りたくない。治癒士なんか絶対に避けるよ。かなり離れたところからもう避ける触れたくないし近くの空気吸いたくないもん。避けないのは女連れと話しながら2列で歩いている女とベビーカーの女とスマホ女そしてこのタイプのイキリ女は絶対に謝らない。豚女は牛を避けられないのか、なるほど。女性が定点観測した結果、避けないのは女性って結論出てるのにね。半径10メートル以内の自分の経験だけで男があって言われてもね。男が避けないって主張するなら自分で定点観測したらいいんだよ。並んで歩いてる女たちなんか意地でも避けようとしないよな。あれなんなんだろう。スマホを守るにはどんどんやっていいよ。でもこれは死刑でいい。ベビーカーを先に立てて突撃してくるやつもいるからな。ベビーカー連れでどうしたこうした話をいちいち報告いらん。おっといたんならとっ捕まえて警察に引き渡せばよかったのに何逃してんだよ。ベビーカーにわざと当たるおっさん見たことある。その後で背後から肩を思いっきり当てたったら逃げていきよった。こちらもそのまま突進してくるとは思わなかった。ベビーカー体当たりおじさんというよりはお前が避けろよおじさんかな。ベビーカーがぶつかってくることも結構あるよな。そしてほとんどが知らんぷりのまま。逆だろ。ベビーカーをしてる大人がよそ見しながら平然と歩いていて、こちらが避けきれずぶつかってこられていたいパターンがほとんどだよ。ほんこれ。わざわざ逆走して男がぶつかってきたんだってよ。40歳くらいの底辺層は社会への恨みが強いからな。ぶつかりそうって分かってたなら自分が避ければいいじゃん。昨年10月に第一子を出産した宮崎マジか。知らんかったそっちに驚き。ベビーカーどうすりゃいいんだろうな。俺は禁止すりゃいいと思うんだが。お孫さん？何が目的でベビーカーに突撃してくるわけ？嘘か本当かわからんからなんとも。旦那来たら謝るんだからダサい負け犬はどこにでもいる。たまに東京へ行くとベビーカーを本当に見かけないなからの印象なんだが。帰り際に新幹線乗り場で見かけるぐらいで。混んでるところならおんぶ紐選ぶかな。たまにベビカの扱いに慣れてない女さんもいるかがよくわからんな。基本的にはベビカには近寄らないけど。ハッシュタグで言いたいことを書くやつは信用しない。シャープ私を信用してほしい。絶対避けないおじさんおるよな。ベビーカー無双みたいなやつも見かけるから。子供減ってるのにベビーカー増えてるよね。体当たりおじさんがいるかがそらいるだろうな。渡る世間は気違いばかりだから油断すんな。避けないやつ多すぎてな。敏感な人は辛いもんよ。避けるだろう。運転でベビーカーを当てに来てるんじゃないのか。ベビーカー運転手はそんなのばっかですがな。そういえばそういえばって言いながらネチネチ恨みがましい。足元がおぼつかないんだよわら。